瞬間茨城。茨城県の魅力を私磯山さやかがお届けします。今回は子供から大人まで大人気のヒーローに会えると聞いてきたんですが、黄門様、どんなヒーローが待ってるんですか？ヒーローの中のヒーローじゃ。まあ強いて言うなら地球の平和を守る男たちかの。地球の平和を守る？ほれ、この中で待っておるぞ。わあ、ヒーロー発見。そう、ヒーローとはウルトラマンじゃ。あ、こっちにはセブンもいますよ。テンション上がっとるの。今近代美術館ではウルトラマンとウルトラセブンの貴重な品を展示しておるんじゃ。関東での開催はここだけ。当時撮影に使っていたものも見られるぞ。出たな、バルタン星人。って、お主、何をやっとる？ついやりたくなっちゃってまあ、気持ちはわかるがの。ちなみにここでは記念撮影もできるんじゃぞ。あー、ここには怪獣がたくさんいますよ。おお、これはウルトラマンを苦しめた怪獣たちではないか。すごいの。黄門様の方が興奮しちゃって。まあ男の子のロマンですもんね。茨城。ただいま茨城県近代美術館ではウルトラマンアート展を開催中。永遠のヒーロー、ウルトラマンとウルトラセブン、そして怪獣も大集合。貴重なアイテムを間近で見られる大チャンス。周辺の観光スポットと合わせてお楽しみください。ウルトラマンの世界にあなたも触れてみませんか？